聖なる夜に仁義なき因縁の戦いが勃発。 12.24 天ヶ崎ファンクラス VS ディープ再び先鋒戦。ファンクラスの代表として出陣は地元兵庫リライアブルから大崎克美。小さい体ながら熱いファイトを展開する激闘家。大事な対抗戦の初戦を勝利で飾る。対するディープ代表は名古屋アライブより参戦、村本雄太郎。スピードと爆発力はピカイチ。ストロー級屈指の実力者がその強さを対抗戦で見せつける。地方戦はあまりにも危険な遭遇。ファンクラス代表はデンジャラスストライカー中村浩二。自らホームランと称する豪快な KO 勝ちを狙い続けるなにわの特攻野郎。クリスマスイブド派手な場外アーチを放つ。対するディープからは打撃寝技ともに長けた実力者ヤマスドミネーターサトシ。一撃で相手を失神させる強烈なパンチと高度な締め技洗濯バサミを得意とする男。関西の地でヤマスワールドは炸裂するのか。副将戦も注目カードがラインアップ。軽量級屈指のハードパンチャーパラエストラ大阪シアン。一度火がついたら止まらない高速回転の打撃がこの男の最大の武器。対抗戦という絶対に負けられない舞台でその危険な拳がうなりを上げる。対するは17歳の超新星パラエストラ松戸高橋誠。プロデビュー以来負けなしという MMA 次世代のエースとなるべき逸材。10代とは思えないそのテクニックで勝利をつかむ。そしてレジェンド同士がぶつかる大将戦。ファンクラスからは団体の象徴が登場、不動心近藤勇気。この男の歩んできた道こそハイブリッドレスリング進化の歴史。未だ歩みを止めないそのまっすぐな生き様は見る者すべての心を震わせる。そしてディープ軍を束ねる47歳の大ベテラン、百戦錬磨の生きる伝説中尾寿太郎。シュートディープを主戦場に幾多の修羅場をくぐり抜けてきた MMA 界の重鎮。常にグッドシェイプグッドコンディションを保つこの男のプロフェッショナルな姿は一見の価値あり。ファンクラス VS ディープ4対4対抗戦。果たしてその結末やいかに。そしてセミファイナルでは東西の猛者による一騎打ちが決定。赤尾誠二 VS 阿部道人。レスリングをベースに持ち誰もが認める実力者としてディープを主戦場にしてきた男はヒートの地でついにベルトを巻いた。今回は久々にフルスディープに帰還。進化した赤尾の動き要注目。対する阿部はグラジエーターなどで実績を重ね今やディープの中心選手へと成長した男。打撃寝技ともにアグレッシブ。アウェイの地だろうがこの男には関係ない。ひたすら前に出るファイトで勝利をつかむ。そしてメインイベントにはこの男が登場。淡路島が生んだディープキング住村雄一郎。精鋭8人が集った新王者を決めるウェルター級トーナメント
圧巻の強さで制覇。今や国内 MMA 要注目の選手の一人へとのし上がった。今回の相手はグアムよりやってくる未知なる強豪、ジョイボー・フレドリック。果たして住村は王者としての地元凱旋を見事勝利で飾ることができるのか。メリークリスマス。リアルな戦いと結末が待ち受ける過酷な舞台へようこそ。 12.24 尼崎河野裕次郎グループプレゼンツ、ファンクラス VS ディープ大阪大会、聖なる夜、激闘という名のプレゼントが乱れ飛べ。